アルバカーキで給油中のスーパーチーフ太平洋沿いを通るため、全小島には日本軍の空襲に備えた、東下完成用フードが追加されている。スーパーチーフは17.18列車として1936年から1971年まで、アッチソンとピカサンタフェ鉄道がシカゴとカリフォルニア州ロサンゼルス間に運行していた代表的な大陸横断の旅客列車。 1930年代中頃、シカゴロサンゼルス区間には、チーフカリフォルニア特急、グランドキャニオンなどが運行されていたが、スーパーチーフは、最新、最高級の流線型列車として登場した。ユニオンパシフィック鉄道、シカゴノースウェスタン鉄道による、シティオブロサンゼルス、シカゴロックアイランドパシフィック鉄道と、サザンパシフィック鉄道が、提携運行した。 ゴールデンステートと競合関係にあった。プルマン寝台車のみを連結する寝台列車オール、プルマン列車でハリウッドを経由することから、俳優などの映画関係者の利用も多く、ザトレーン・オブ・ザ・スターズと呼ばれたが、末期は座席車主体のエル・キャピタンと統合され運行された。1971年の全米鉄道旅客輸送公車アムトラックの発足に伴い、 スーパーチーフの運行はそのまま引き継がれた。しかし、車両編成に変化が生じ、スーパーチーフの寝台車両とエルキャピタンの2階建て座席車という、編成に変化はなかったが、サービス合理化の観点から別々に連結されていた、食堂車が統合され、両列車間の行き来が可能になった。サービスの質が低下したと思われたため、アッチソンとピカサンタフェ鉄道は、 1974年にアムトラックにスーパーチーフとエルキャピタンの名称を使うことを禁じサウスウェストリミテッドが新たに運行されたが1984年以降はサウスウェストチーフに変更され伝統あるチーフの名前が復活した。ありがとうございます。